ようこそ硬質ラボへ。心温まる拍手とともに天皇皇后両陛下が国立劇場にご到着されました。10月23日午前11時半過ぎ、皇居のすぐ近くにあるこの劇場で5年ぶりとなる歌舞伎をご鑑賞されました。関係者の方々が心からの敬意を持って両陛下を出迎えられました。多くの観客の皆様がこの瞬間を共に体験され、深い感動を覚えられたことでしょう。妹背山女帝金という名作に尾上菊之助さんをはじめとした名優たちが出演されているのを天皇皇后両陛下が2階席から熱心にご覧になられました。役者の方々が花道に登場するたび、両陛下が少し身を乗り出される姿にその舞台の魅力を感じることができます。なお、国立劇場は今月で一時的に閉場されるということで、この演目はさよなら特別公演としての上演となっています。多くの観客がこの歴史的な瞬間を共にし、感慨深い気持ちで劇場を後にされたことでしょう。最後の公演として国立劇場で開催された文化庁芸術祭、そこで雅子さまと共に歌舞伎を心から楽しまれた天皇陛下、また昨日は愛子さまと共にユネスコ無形文化財に認定されている宮内庁楽部の演奏会を熱心にご鑑賞になられました。日本の伝統芸能に対する天皇陛下の深い理解と愛情を感じることができます。皇室や皇族の存在は日本の歴史、伝統、文化などの基盤となっており、それを大切に思う天皇陛下の姿勢は多くの方々に感謝と敬意を感じさせています。多忙なご公務の中、寸暇を惜しんでのご鑑賞はその情熱を感じることができます。私たちも今上陛下の時代が長く平穏に続くことを心から願っています。愛子さまが成人される大切な節目に、雅子さまも療養の中ご一緒される機会が増えてきたことは、多くの方々にとっても心温まるニュースでしょう。天皇陛下の健康についても多くの人々が心からの祈りを捧げています。令和という新しい時代が平和で長く続くことを私たち一人一人が深く願っています。天皇ご一家は日本の伝統文化を深く尊重され、ご家族皆様が楽器の演奏や雅楽の鑑賞といった芸術活動に熱心に取り組まれていることが知られています。昨日陛下と敬宮さまのお姿を見ると、その情熱と教養の深さが感じられ、多くの人々にとっても心温まる瞬間となりました。芸術の秋という言葉がぴったりの季節に、その教養の豊かさに触れることができるのは私たちにとって大変幸せです。日本の伝統文化が後世にも引き継がれることを願い、未来が明るく希望に満ちていることを感じます。天皇ご一家は日本の伝統文化を心から大切にされていることが知られています。ご家族の中でも楽器の演奏や雅楽の鑑賞といった芸術活動に熱心に取り組まれていることは、多くの人々にとっても心温まる話題となっています。昨日陛下と敬宮さまのお姿を拝見し、その深い教養と情熱が感じられました。芸術の秋にふさわしい穏やかで温かい気持ちになる瞬間でした。私たちは日本の伝統文化が次の世代にも引き継がれることを強く望んでおり、その未来が明るく輝いていることを確信しています。
国立劇場でのお別れ公演として開催された文化庁芸術祭。この特別な日に両陛下が2階席から真剣な眼差しで舞台をご鑑賞されている様子は多くの人々にとって感動的な瞬間でした。日本の伝統文化への熱い思いやご家族皆様が楽器の演奏や雅楽の鑑賞など芸術活動に情熱を注がれていることが伝わってきます。芸術の秋という言葉がぴったりの季節にその教養の深さや情熱を感じることができ心が温かくなります。日本の伝統文化が次世代にもしっかりと継承されることを願うとともにその未来が明るく希望に満ちていると確信します。両陛下がご公務の合間を縫っての感激となる中、少しでもリフレッシュの時間となり、役者の方々もその前での演技がさらに熱が入ることでしょう。天皇皇后両陛下が共に歌舞伎をご鑑賞される姿を拝見すると、心からの喜びが湧き上がります。雅子さまがお元気な様子で、それに安堵の気持ちを感じます。純白のお召し物も雅子さまに大変お似合いで、その姿はまさに気品と風格、そして知性に満ち溢れておりました。両陛下の間に流れる温かい絆やお互いへの深い信頼感が感じられ、その姿に微笑ましさとともに多くの人々にとっても安心感を与えてくれます。5年ぶりに国立劇場が閉場する前に天皇皇后両陛下が歌舞伎をご鑑賞されたことは多くの方々にとっても心温まるニュースでした。また先日は天皇陛下と愛子さまが一緒に秋の雅楽鑑賞会を楽しまれました。これは春の雅楽鑑賞会に続きお二人での2回目の鑑賞会となります。美術館や博物館、展示会など天皇陛下と愛子さまが共に足を運ばれることは古文学や美術品、スポーツ観戦など共通の趣味をお持ちであるからかもしれません。昨年からの感染症拡大の中、愛子さまの外出が難しい状況にもかかわらず、天皇陛下が気遣いを見せてくださる様子は、皇后雅子さまもきっと喜ばれていることでしょう。天皇陛下ご一家の笑顔あふれる姿を拝見すると、私たちも自然と安心感や親しみを感じることができます。今後も天皇陛下ご一家の健康と安全を心よりお祈り申し上げます。いかがだったでしょうか。5年の時を経て天皇皇后両陛下が国立劇場での歌舞伎鑑賞をされる場面は私たちに日本の伝統の尊さを再確認させてくれました。閉場を間近に控えた劇場でのこの瞬間は多くの人々の心に深く刻まれることでしょう。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。